こんにちは、アイです。今日は青春18切符の4回目の旅ということで、海を見たいなと思って、常磐線に乗って、北の方に、行っています。で、目的地の駅は日立駅っていうところなんですけれども、そこの景色がすごく綺麗で、なんか写真とかで、日の出とかの写真とかが出てて、あ、綺麗だなと思ったんですが、どうもなんか頑張って、始発に乗っても日の出には間に合わないっていうような記事も書かれていて、でそれなれば日の入り、夕方の景色ももしかしたら同じぐらい綺麗なのかなと思って、ちょっとそしてその時間帯を目指して、行こうと思っています。で今はちょっとまだ昼間っていうかちょっと早かったので、その手前でなんかちょっと海が見えるダイヤ駆除みたいなのが書かれてたので、ちょっとそこに向かって今進んでいます。ちょっと駅降りたんですが、全然看板とかもないので、とりあえず今うろうろしながら行ってみようと思います。最後まで聞いていただきありがとうございます。